飛び散った魂は、そうですね。全部で5玉くらいでしょうか。そういう単位なんやね。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ん？なんか、たぬきマイレージが。あ、DIY でものづくり奨励キャンペーン 150×2。よし。ちょっと私は、地面の卵を集めるために。え、なに？びっくりした。あー、びっくりした。何があるんかと思った。めっちゃ何があるんかと思った。遊具やった。ふぅ、焦るー。暗闇に浮かび上がる。怖すぎか。じゃあとりあえず穴掘っていきますかね。よいしょ。ん？どこや？これか。イェーイ、卵ー。ちょ、そろそろね、思いついてくれてもいいと思うんだ。思いついてくれてもいいと思うんだ。地面系の服ね。そして化石もいい感じに集まって。上に上がっていきますか。よいしょ。はい、スコップ。網と間違えてスコップ2個目作ってしまったよね。ん？あ、ねえ、これ、ゆうたろう。え、ゆうたろうよね。ねえ。いやー、出たー。え、なに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 ？え、なんか、ちりじりになったんやけど。ひぃ、幽霊様、私何も悪いことはしておりません。どうかお見逃しを。幽霊は君だよ。え、人間？のみの人間ですって？私、昔からこの島におりますが、人は一人も住んでいなかったはず。あ、最近移住してこられたとか。なるほど、なるほど。そういうことだったのですね。では、改めまして、自己紹介を。え、大丈夫？なんかめちゃくちゃ小さくなったけど。私は、ゆうたろうと申します。どうぞお見知りくださいませ。私、暗いところ、とりわけ夜は大好きなのですが、幽霊だけはどうも苦手でして、どういうこと？鏡見れんの？って、あ、私驚きすぎてこんな姿になってしまいました。先ほど飛んでいったのは私の魂の一部なのです。幽霊なんだけど、魂はあるのか。びっくりした拍子にそこら中に飛び散ってしまったみたいですね。はぁ、こんな姿じゃどうすることもできません。果たして困りました。こんなことをお願いするのはとても心苦しいのですが、飛び散った私の魂をかき集めてきていただけないでしょうか。でないと私、一生このままです。こんな姿のままでは浮かばれません。お礼もちゃんとさせていただきますので、どうかお願いいたします。飛び散った魂は、そうですね。全部で5玉くらいでしょうか。そういう単位なんやね。へへ、5玉。島のあちこちにふわふわ漂っているはずですので、網を使って捕まえてくださいませ。網で捕まえれるん、魂。ではよろしくお願いいたします。ありがたや、ありがたや。協力するとか言ってないけど、まあ。面白いね、その姿。かわいいやん。え、まだ一つも？ いえ、なんでもありません。よろしくお願いいたします。自分ではどうにもできないんですか？何もする気がないようですけども。じゃあちょっと待って、網。5玉って言ったよね。どんな感じであるんやろう。ちょ、あ、今穴があった。いや、そっちもちゃんとね、やっていかんとね。はい。お、卵。お、卵の模様をうまく活かしたら。DIY のレシピをひらめいた。これまでに覚えた卵の殻のレシピを応用すれば。え、なになに？なんかまたさらに思いついた？DIY のレシピをひらめいた。なんか2個思いついたらしい。え、ってことは地面の卵の、服だけじゃなくって、他にも何か思いついたってことよね。なんだろうか。さあ、それじゃあちょっと、DIY で何か作ろっかな。作りまーす。地面足りとんかな？何個？あ、全然足りとるわ。作れる。じゃあ今回ちょっとこの地面のやつに着替えようっと。かわいいかわいい。持ち物欄ちゃんと余っとんかな？ん？なんかこれも？卵のパーティーハット。かわいい。え、めっちゃかわいいやん。良きだね、良きだね。イェーイ。そして、
くつくつ。ふぅ。じゃーん。間違えた。地面系はピンクなんやね。ほんと、こっちは、あと何が必要なんかな。とりあえず、ウッディと空飛ぶが全然ないわけやね。で、あ、ちょうどやったんやね、持ち物欄。あ、あれや、魂。ちょ、待って。あ、でもあれや。あの、持ち物欄いっぱいやけん、とりあえず。ちょっと待ってね。荷物整理してくるから。ない。え、ないぞ。消えた。でも、ああいう感じなんやね。了解、了解。ふんふんふん。雑草やった。虫かと思った。でも、あ、あったあった。5つもある割にはあんまり見かけんね。あれ、位置高くない？いや、そんなことないか。はい。しかも手で持つこともできる魂。ユータロン魂を捕まえた。ひんやりしてる。そうなんや。あと4つ。よし。あ、あれ魂や。なんかめっちゃ薄くない？魂。ちょっと待ってね。近づいたら、なるほど。遠いと薄く見えるんやね。これで2個目。あ、遠ざかっていかないで。はい、2個目の魂。2玉目。これで2玉目。あ、あった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 。こっち側に追った方がいいかな。あ、こっちに近づいてきよるね。オッケー。来た来た。はい、3玉目。イェーイ、ユータロン魂を捕まえた、見たまっていうんやね。おぉ、いないぞ。なかなか、あ、プレゼントが。あ、なに？はいはい。ちょっと待ってね。ちょっと、アイナちゃん、聞いたよ。あは。あんた、このアイナ島を一躍有名にして、トタケケさんを呼んじゃうつもりなんだって？そんなことが現実に起こったら。もう、めっちゃ最高じゃん。よし。あんたとタネキチさんのでっかい夢、あたいも一緒に見させてもらうからね。まあ、同じ島におるもんね。あたいに手伝えること何かあるかな。そうだ。島のどっかにパワースポットを作っちゃえばいいんじゃない？それだったらあたい、島の運気が上がりそうなグッズを探してあんたに差し入れするよ。例えばこれなんてどうかな。何？その砂の城ね。あたいなんて持ち歩いてるだけで、めっちゃパワーをもらってる感じなの。だから島のどっかに飾っておいたら、パワースポット感出ると思うんだ。うん、いいね、いいね。ちょうど浜辺とかに。じゃあの、プレゼント、どこまで行った？この辺か。ちょ、待ってね、もうちょい。ああ、ああ、ちょうど外れ、ああ！おお、やった。イェーイ。さあ、で、砂の城ね、この辺とかに作っとこっかな。砂の城。違う。こっち向きにしたい。いいね。でもなんかもうちょっと周りと馴染んでくれたらいいんやけど、砂の色違くない？まあいいか。あと2つなんやけどな。あ、あった。よし。これは向こう側に渡るべきか、こっちに来てくれるか。向こう側やね。じゃ、待って、渡ります。は。そして。あれ？はい。はい、これで4つ目。ユータロン魂を捕まえた。ふう、あと1玉。あと1玉、一体どこにあるだろうか。早く見つけてしまいたい。でもなかなかないよね。あ。待って待って。何話してるのね。ねえ、聞いて。ハンナちゃん、今日は体がだるいから部屋で過ごすって言ってたんだよ。一人で大丈夫かな？ちょっと気になっちゃうよね。あは。今二人で話してたのは何なの？おかしいな。ちゃんとシャワーを浴びてるのに体中が痒い。あれだね。飲みが発生したんだね。はい。ん？これは。飲みだ！あー、痒い。飲みを取ってくれたんだね。ありがとう、アイナくん。誰かに飲みを取ってもらうなんて、ライオネル史上最大の失態だよ、まさしく。
あれやね。あの、二人で話しよる内容はわからんもんなんやね。お、昆虫博士になれるかな？やった。これで20匹目？てか20種類目？肩書き夜行性の虫ゲット。夜行性の虫。ちょ、待って、あの、風船が取りたかったんだけど、もう行っちゃったか、これ。あはは、行っちゃった。あ、来よる来よる。ってことで、来い。よっしゃー。ナイスー。中身は？お、イースターの壁紙。やったー。覚えよう、覚えよう。イースターの壁紙のレシピを覚えた。結構毎日さ、いっぺんに出てくるよね。レシピ。新たなレシピ。あ、あったー！あったよ、あったよ。これ向こう側に渡ってった方が良さげやね。あ、こっち来る？あ、こっち来そう。ちょ、待って、網の方に。さあ、早く来い。来るんだ。来るんだ。遅い。ねえ、遅い。え、どこ行くの？あ、やったー！ゲット！ユータロン魂を捕まえた。やった、これで最後だ。ユータロンに返しに行こう。よしよし。はぁ、やっとこさ。よいしょ。ゆうたろう、やっと魂全部集まったよー。どっ、あ、いたいたいた。いたいた。うわわ、ツイン魂を全部集めたんですね。ささ、早く私にお返しくださいませ。どうぞ。はい。めっちゃ輝きよる。はいはい、確かに5玉あります、あります。おー。戻ったー。さっきのサイズの方が可愛いよ。パッパラパー。あー、あなた様のおかげで元の姿に戻ることができました。いやー、本当によかったよかった。実に素晴らしいです。ありがとうございました。そうそう、お約束したお礼を差し上げなくては。そうですね。では何か装飾品を差し上げましょう。まだあなた様が持っていないものか、ちょっとだけ高価そうなもの、お選びいただきますが、どちらが良いでしょうか。え、高価そうなもの。はいはい、承知いたしました。ちょっとだけ高価そうなものですね。私、品定めが得意ではありませんので、本当に価値があるものなのかどうかは正直わからないんですが、アントワネットのドレスを差し上げようと思います。持ち物に入れておきますね。え、めっちゃ良さげ、なんか。それではまた何かご縁がありましたらお会いしましょう。これにて失礼いたします。もしかしてあれ？ジョニーみたいな感じで、定期的に現れては魂がパッて消える感じ？なんかそんな予感がするね。アントワネットのアドレス。かわいい。え、かわいい。めっちゃいい。すごいちぐはぐな格好やけど。え、超かわいい。え、いいね、いいね。気に入った。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことはまあ夜にプレイしたら定期的にゆうたろうがやってくるということや。でもこんなにいいものがもらえるんならね、嬉しい。何回でも来ていただきたいわ。